皆さんこんにちは、コカキコです。今日は先日アップしたこちらの簡単一筆編みセーターの編み方のオプショナルですね、このセーターに袖を編み付ける編み方をご紹介したいと思います。袖の部分、右から編むか左から編むかなんですけれども、どちらでも大丈夫だと思います。ただ私のおすすめは左手部分から編んだ方がいいんじゃないかなと思います。というのも、今私の作品は背中が見えている状態です。で、ここに段と段のつなぎ目があるんですけれども、この段のつなぎ目がここもですね、右に曲がっていくんですね。で、どのぐらい袖を編んだ時右に曲がっていくのが見えるかわからないので、左腕のちょうど前と脇の下あたりから編んでいったら、この段のつなぎ目が右にこう見えても、腕の下や背中の方に隠れる感じになるので、目立たないんじゃないかなと思ったので、私は左手から編んでいきたいと思います。では編んでいきたいと思います。まずは作り目をします。普段よりも少し大きめな作り目をします。そしたら私の場合、左の袖から編みたいので、まず背中を見た時、この段の継ぎ目がある方の袖ですね、この袖から編んでいきます。で、作品は今表を向いている状態です。こちらが裏側で、今こっちは表側です。で、作品の袖、前の袖と脇の間から編んでいきたいと思います。今この前を見てる左袖のところです。これのここら辺から編んでいこうと思います。私の場合は脇の下、鎖6目で飛ばしているので、ここの下には長編みも6目あります。1、2、3、4、5、6ですね。そしたら私はこの6番目の長編みの上、ここから編んでいきたいと思います。針から糸を一回取って、6番目の長編みに針を刺します。で、この脇の下の鎖のところに編んだ長編みは、この長編みを編むときに鎖の片山と裏山2本を使っているので、今鎖の反対側を編むときは糸は1本ずつしか残っていないかと思います。1本取ったら針に糸を入れて、そして引き抜きます。で、鎖編みを3目、立ち上がりの鎖3目ですね、押したら、ここから長編みを編んでいきたいと思います。今脇の下6目あるうちの6番目に鎖編みをしたので、次の目がこれになるんですけれども、これは長編み、横を向いてる長編みになります。なので、ここに目を、長編みを2目入れようかと思ったんですけど、先ほどそれで編んでみたらちょっとこう引っ張られる感じがして、ここの穴が目立ってしまったので、私の作戦は、まず1目長編みを編み入れます。この横向いている長編みの針が入れられそうなところに入れて長編みを編みます。そしたら次、長編みのところにもう1目編んでもいいんですけれども、この長編みの隣の目、この目は実は、鎖編みを編むときに使っている目なので、目の数とはカウントしない目なんですね、私の中で。ちょっと自己流なので正式な考え方はわからないんですけれども、私はこことここを、減らし目のように目を拾って一目編みたいと思います。なので、針を入れて、ここの入りそうなとこどこでもいいので針を入れます。長編みの横部分です。入れて糸を持ってきたら、次この隣の目にも針を入れて糸を持ってきて、
糸をかけて3本引き抜く。糸をかけて2本引き抜く。これで今私は1、2、3目と編めました。そしたら次からは、袖部分編まなくて飛ばしたところですね。その長編みの上に一目ずつ編んでいきます。私の場合は袖38目飛ばしているので、38目編んでいきたいと思います。まずはこの一目ずつの長編みいきたいと思います。38目編み終わりました。そしたら、今度は長編みの横といいますか、長編み1本分の役割をする鎖編みの横部分のところに到着します。で、先ほどのように目立つ目はなぜか私はここにないので、特に先ほど減らし目のように編んだ編み方はここではせずに、この鎖編みのところに長編みを2本編みたいと思います。袖部分と鎖編みの間の長編みのところですって説明があんまり上手じゃないですけれども、よいしょ、鎖編みのところに長編み1本分の鎖編みのところに長編み2本編み入れたら、次脇の下の鎖編みのところに到着すると思います。そしたらあとはその上に、私の場合は先ほど一目もう編んでるので、これですね、よいしょ、残り5目、1、2、3、4、5と編んだら1周到着するので、そしたらこの一番初めに編んだ鎖3目の1、2、3番目、ここに引き抜き編みをします。おっとっと、よいしょ、これで袖の部分1段目完成です。そしたら、こんな感じで最初数段は増減なしで編んでみて、ちょっと幅が広すぎるなと思ったら途中で減らし目をしつつ袖編んでいきたいと思います。袖を編むときに、こちら長編み何目分あって、こっち鎖が何目があるから、袖を編むときにはこう例えば45目じゃなきゃいけないとか、そういうことは全くなくって、編んでいってちょっと幅が広いなと思ったところには、長編み2目編み入れてもらうとかして、何目でも構わないんですけれども、袖は左右と2箇所あるので、その左右で目の数は揃えるようにしましょう。そして、編んでいって太いなと思ったら途中で減らし目をする必要があるんですけど、その時も何段目に何目減らし目をしたかメモに書いておいて、左右揃えると綺麗な作品になると思います。左袖編み終わりました。私の場合2段目を編んでみて試着をしてみたらこんな感じだったので、ちょっとこれだったら太すぎるなと思ったので、3段目以降、3段目から23段目まで、だから11段ですね、毎段1目ずつ減らし目をしていきました。そして23段目から31段目まで編んだんですけど、最後は増減なしで編みました。で、減らし目をするときに気をつけてほしいのが、あまりこちら目立つ方で減らし目をしたら、こう減らし目をしたところが見えてしまったら嫌なので、私は段の継ぎ目の前後あたりなので、脇の下とかこう腕の内側になるようなところで減らし目はしていきました。ではこれと同じように右の腕の方も編んでいきたいと思います。今セーターの後ろ部分をお見せしている状態です。本体部分の肩、ここに段のつなぎ目があって、左手、私は前と脇の下の継ぎ目あたりから編み始めたので、段のつなぎ目は最初はここなんですけれども、予想通りと言いますか、やっぱりだんだん右に寄ってきて、編み終わりは
こになっています。なので次、右腕の部分の袖を編んでいこうとしているんですけれども、どこから編み始めようかな。今これ後ろを見てる状態です。で、結構曲がるのを予想して、どうしましょうかね。袖の長編みを編んでいる適当なんですけれども、ここら辺かなぐらいから編み始めたいと思います。この脇よりはもっと上です。簡単一筆編みセーターの袖の部分完成しました。心配していた段ごとの継ぎ目ですね、これもいい感じに後ろ側に出るようになっています。はい、今回は本当にシンプルに簡単にしたかったので、全てを長編みで編んだんですけれども、お好みによってはこの首の部分とか、この裾っていうんですかね、セーターの下の部分、袖の部分などをリブ編み、もうちょっとこう伸縮性のある編み方とかで編んでも可愛いんじゃないかなと思います。シンプルに長編みでだけで編んだにしては、これも随分いい感じじゃないかなと思っています。はい、もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバーイ。